速稼塾の久保でございます。私の住んでいる広島県では新型コロナウイルスの感染者ずっとゼロが続いてるんですよね。県内がゼロですね。で現在の感染者数、県内の累計の感染者数は168人なんですけども、発生状況っていうのがずっとゼロが続いてるってことですよね。現在の患者数は0人でございます。これ0人ですよね。入院も0人、療養も宿泊療養も0人、施設の療養も0人、その他0人ということで000で、広島県内では感染者がいないという状況です。感染者いないんで、もうねマスクを無理だったらする必要はないかなと私は思いますし、私はしない場面がだいぶ増えてきました。で感染しなければする必要がないんですよね。自分が感染したら飛沫して人にうつす可能性があるんでマスクはした方がいいんですけども、自分がうつさないね、広島県内患者数ゼロですから。そして、一応誰も感染しないわけなんですから、お互いに警戒するよりもマスクなしでも過ごせるよってことはね、まあマスクするのは自由ですけども、ここでねちょっと確認しとこうかと思います。でもこういうとですね、いやでもね誰が感染してるかわからないから、そうは言っても検査を受けてない人がいるだろうと、検査を受けてない人がかかってるかもしれないんで、だから予防した方がいいんだよって声もありますけども、いやいや検査してくださいよって話ですよ。いやあなたしたんですかってことですよね。誰が感染してるかわからないから、で検査を受けてないやつがいるからね、だから用心した方がいいよっていう、あなたは検査を受けたんですかと。あいつが検査を受けてないかもしれない、誰かが検査を受けてないかもしれないっていう自分はどうなんだってことなんですよ。ちなみに今検査は、例えばね私の住んでる福山市でもね、検査の実施状況ってあるんですけども、広島市でも呉市でも福山市でも県保健所管内分でも合計でもね、日々検査は行われてるんですよ。ということは日々検査が受けられるということでございます。申し込んでますか？少なくとも申し込んで断られてもいないのに、いやどこ行ってもね受け付けてくれないんだよって人いますけども、何なんですかねこれは。でプラスね、検査キットは通販で買えます。そうするとね、いやインターネットよくわかんないんでって方いらっしゃったりとか、お金がかかるじゃないって、結局ね受けたくないし受けないでしょ、で不安だけ残したいわけなんですよ、だからこうして考えるとね、広島県内は感染者が患者数がゼロなんですよ。患者数ゼロだから問題ないよっていうのが前提です。でもその中でも患者数はいないんだけども、内在してるね、潜伏してる人がいるかもしれないよねってことなんで、それが潜伏が怖いんだったら検査をまず自分から受けること、周りの人にも勧めることっていうのをやっていけばいいんじゃないかなと思います。6月18日の段階で検査を受けた方、広島県内で20人ですよ。広島県内で検査を受けた方、なんで20人しか受けないんですか？医療崩壊してるんですか？21人になったら医療崩壊するんですか？22人になったら医療崩壊するんですか？30人になったら医療崩壊するんですか？しないと思いますよ。で、私のね住んでる近くにも陽性の方が出たってことで、病院が一時ね、外来をしなくなったところがあります。でもそこは回復して今元通りの病院の活動してます。ということはここでは少なくとも検査ができるってことじゃないですか。だからね、なんかもうちょっと冷静に考えてみて、単なる噂や風聞でスタイルでね恐れるんじゃなくて、やっぱできることをやった方がいいですし、現実は現実で捉えていった方がいいと思うんですよ。今日の動画のまとめになりますけども、広島県内に患者数はゼロです。とりあえず患者数はゼロで、感染者検査を受けてない人がいるかもしれません。ですので自分から受けましょうって話ですよね。2週間に1回ぐらい受けるとちょっと費用がかさむんで、それはね、私が個人的にやるだけでございますけども、やっぱりね生涯に一度ぐらいはそれほどまで恐れてるんだったら自分から検査を受ける、そして他の人にも受けさせる。そうすると自分の周りは受けた人ばっかり、陰性陽性がはっきりするでいいじゃないですか。で陽性になった時に会社を休んだりとか周りの環境とかって怖いでしょ。怖いから受けないっていうのは最もずるくないですかっていうふうに思うんですよ。どう思います？どういうふうに思います？陽性が出たら怖いからやらないと、その代わり予防はすると、一生そうなっちゃいますよ。でもしね感染していたらどんなに予防してもどっかから漏れて誰かに移すんですよ。それはもう認識してるじゃないですか。だからそうなるとやっぱり検査を受けるなり治療を受けるなりっていう道を結局はね、取らないといけないんじゃないかなと思います。ワクチンを待つみたいなこともありますけども、でもできることはあるわけですから、検査をね、受けてない人がいっぱいいて怖いなと思うんだったら自分から受けて、俺は検査を受けてるから大丈夫だよっていう形で、マスクをしてる人は検査を受けてない人、マスクをしてない人は検査を受けた人みたいな色分けもできるのかなと思いますけども、どうなんですかね。私はね世間体が怖いんで、一応外出するときは全てマスクをつけて、で
一回使ったらすぐ捨ててってことを繰り返します。マスクは山のように溢れてますんで、もうね、マスクなんて今ね、どんなに安くしても売れないぐらいもう溢れちゃってますよね。ということなんで、惜しげなくマスクは交換していくという形でございます。以上です。